屋根の上でネズミを捕まえようとしていた子猫が誤ってドラッグストアの壁の穴に頭を突っ込んでしまった。子猫の助けを求める鳴き声はすぐに住民に注目されたが、残念なことに率先して子猫を助けようとする者はいなかった。幸いなことに誰かが地元の動物保護センターに連絡し、通報を受けた救助隊がすぐに専門的な道具を持って現場に急行した。到着したレスキュー隊は子猫が確かに屋根の壁の穴に閉じ込められているのを発見して、おそらくネズミを追いかけていてトラブルに巻き込まれて頭がぴったりとくっついて抜け出せなくなっていたと推測した。実際の状況は救助隊が予想していた以上に複雑だって。事故現場は高所にあってスペースも狭い。多くの大型機械や設備では救助作業を適切に行うことができなかった。彼らはまず子猫を人力で解放しようと試みたが、何度試みても子猫を窮地から救い出すことはできなかった。それでも彼らは諦めずに計画を調整し、子猫に二次的な被害を与えない最適な救出方法を探し続けることにした。救助チームは近代的な設備が使えないので、より伝統的な救助方法を使うことにした。彼らは鉄の切りを使って子猫の頭が突き刺さっている壁の穴を慎重に削り、穴を十分なスペースに拡大した後、子猫が自力で脱出できることを願った。鉄の切りで撃ち落とされた石積みの粉は彼の頭に細かい雨のように降り注いだが、それにもかかわらず子猫はいつも目を閉じたまま鳴き声せずに協力した。親切な人たちが懸命に自分たちを救助しようとしていることを理解し、救助活動の邪魔をせずに静かに耐えることを選んだのだろう。男性は極めて慎重で、まず壁の穴の外縁からゆっくりと飲みを入れ始め、徐々に内側に広げていた。しかし壁のレンガは予想より硬くて、空間を少し広げるのに大変な労力を要して、救出作業を早く終わるために彼は反対側を慎重に掘り続けた。どんどん子猫の皮膚に近づいていく壁の穴を前にして、傍観者は疑問を抱くかもしれない。子猫はどうやってこんな狭い穴に入ったのだろう。人為的な原因があるのだろうか。実際は救助隊が現場に到着したばかり、壁の構造を深く分析したが修理の痕跡は見つからなかった。そのため子猫がネズミを追いかけすぎて、誤ってこの壁の穴にはまったのではないかと推測された。壁が少しずつ削られていくと、子猫は明らかに破片が頭上に飛び散ってくるのを感じており、少々不快ではあったが激しい抵抗せず、救出作業全体の苦痛と試練に黙って耐えていた。10分ほど懸命に救助活動を続けた後、壁の穴は一回り大きくなって、これは子猫の不快感を和らげるだけでなく、子猫が外に出られるように穴のスペースもさらに広げた。その様子を注意深く観察するうちに、男性は右の壁がまだ比較的硬いと気づいた。子猫が動いた時に瓦礫が触れたため、痛みに耐えて隣の瓦礫に噛みついた。その力で子猫はすぐに首をひねり、驚くことにその狭い隙間から自力で抜け出した。この一瞬は突然だったので誰もが予想しなくて、子猫は戸惑って反応すると恥ずかしそうにその場から逃げ出した。その粘り強い生命力と自由への欲求は皆の称賛と愛情を勝ち得て、感動した彼はこれを見て鉄のフックがわずかに動き出した。子猫の安全を確保するため男性は素早く慎重に道具を片付け、洞窟の入り口近くの瓦礫を丁寧に掃除し、鋭利な歯が子猫を再び傷つけないようにして、周囲の環境も注意深く観察して他の安全上の危険を排除した。その後地域の動物保護ボランティアもこの事件を聞きつけ、温かい小さな毛布を持参し、怯えている子猫に一時的な避難場所を提供する準備をしていた。みんなの努力の後、子猫は無事に安全な場所に移され、健康診断を受けて深刻な状態ではないことを確認した後、地元の動物保護センターが飼うことが決めた。この緊張と興奮に満ちた救出作戦は、閉じ込められていた子猫が自由を取り戻しただけでなく、町の片隅にいる弱い命に対する人々の関心と愛情も呼び出している。夕日に照らされた男性のシルエットはますます背が高く見え、彼の優しさと粘り強さはより多くの人々が野良動物を保護する道を照らしている。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。